向こうのお客さんにファンをして。あれも作るか。無限量が。なんかね、一個。これ、にもあれなんだよな。あの、溶岩の、いい、溶岩収穫機みたいな。はい。こっちも作ってみるか。結構広いな、でもこれ。こんばんは。おはようございます。グッドモーニング。グッドモーニング？グッドモーニングじゃないの？いや、麻雀打ってましたけど、夕方。麻雀打ってたの？打ってた、下の前も毎朝ずっとゲームしてた。あ、そうだね。遅刻ですよ。え？え？遅刻ですよ、遅刻。あれ？今日？マジ？今日8時です、8時。ごめんなさい。いや、寝坊じゃないって分かって安心したよ。え、今何やってんの？駅を作って。これはね、黒曜石トラップを作って、それにあの、うん、無限溶岩のトラップをさらに隣につけたいなと思って。何それ？まあ、溶岩が、まあ、今あのよ地下のかまどのとこにあるやつ、うんうん、あれのなんかもうちょっとあれかな、あの最新型といったらあれけど、なんかちょっとオートマチックなやつ、うん、ただ問題は敷地だな。敷地をの隣に作るよってなった時に、うん、足りるか。遠すぎると作動しない。いや、スペースが足りないかも。どうするか。12、12か。え、こうやれば足りんじゃない？いや、12、12が足りないね。12マス、12マスだね。の正方形。広げるしかないか。海側広げるか。うん。あ、近くにあった方が便利だもんね。そうだね。3、4、5、6、9、10、11、12で、ほら1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、ちょうど、うん、一旦ここの柵とバランス、あ、まあ、こっちにするか。これでよしにするか。ああ、いいんじゃない、ちょうど、うん、ギリギリ収まるんだ。で、コンビニでも作るか、ガラさん。コンビニ作るか。あ、内装作ろう、ガラさんのセンスで。おー。おお。コンビニの隣って何があるだろう。コンビニの隣ができましたね。え？うちの近所は何ができたんですか？焼き鳥屋。焼き鳥屋。焼き鳥屋。バニラでもできんのかな？なんか出店みたいなやつ。ああ、屋台とかみたいな。屋台みたいな、なんかこう、なんだ、こうなんかやったら出てくるみたいなやつ。ああ、ボタンを押したらなんかおみくじ的なやつとか。はい。そういうのはありそうだけどね。できそうだよな。なんかバニラでお化け屋敷作ってる人いたから、うん、多分できそうだと思うんだよな、そういう系。お化け屋敷か。そのバニラだけど、でもコマンドは使ってたのかな、確か。ああ、なるほど。で、うまくやってた。まあ、この中なんか、左手に大体本があるでしょ？そうですね。で、レイジーがあって。冷凍食品。なああいう棚みたいなのってどうやって作るんだろうな。奥にドリンクが並んでるイメージ。確かに。
ドリンクなんかあんのかな、本棚以内にそういうドリンクみたいなやつって。商品っぽいスキンを使うか、あースキン片織り機を使って貼るか。おあれ片織り機で貼れるんですか。いや貼るんじゃなく貼るっていうか商品っぽい金をゲーム内で作るだけ。ああ、そういう方法しかないのか。か、やっぱり棚に入れて、商品を示す看板を立てる。なるほど。見た目重視にするか、ほんまに商品があるのを重視するかみたいな。見た目ですかね。金か。なるほど。ホームカンパニー。では幸運のエンチャント本が欲しかったんですけど、エンダーマン狩りをしようと思って。ああ、エンダーマン。そうそう、エンダーアイ。そうそうそう。どうすんの、エンダーアイなんて。なんか 40% ぐらいまでトップ率上がるらしくて、もっとが 5% なんですけど。エンダーアイが欲しいってこと。そうそうそう。あれやったら黒曜石量産者の家にも使い道あるし、気軽に放り投げるぐらいの量は欲しいかなって。なるほど。エンダーマン狩りですか。エンダーマントラップ作るのもあるよね。トラップを作るのは、エンダーマントラップね、何がいいって、あの経験値効率がこのゲームの中で一番いいからね。へえ。簡単にレベルが上がる一番。あ、そうなんや。見つけちゃったらもう作るしかないよ。じゃあ今日はあれを今から作るのはきついで。あ、そんなきついんだ。いや、作業はね、難しいっていうじゃないんだけど、うん、エンドに行って作るから。ああ、物資の分散とか。そうね。だから行き来するのはめんどくさいし。めんどくさい。だから、エンドにつながる、ポータル、あそこにつながる、あれが欲しいね。ネザーゲートが。ああ、直通。うん。あれ、あるよね、エンドに行けるやつは。エンドあったっけ、うん、あ、あるある。ホームカンパニー。レコードってなってたよな。一気にレコード流す。ああ、いいね。いっぱい見たら。レコードなんかあったっすよね。あった、ね、火薬が取れるところのボックスにいっぱい入った気がする。どこに行こうかな。どれぐらいの感じで流れるんだろう。何が？レコードのなんか音楽ボックスみたいなのもあるらしいです。指定した音を鳴らせる。だから曲を作って、オープンブロック？そうそう、あのミュートインを鳴らせるみたいな。うん、あ、なんかね、すごい人はあれを使って一曲作るからな。マジよくわからん努力する人多いよな。いや、マジやべえやつ、マジやべえから。ナイスとビンヨード、なんか暗い。何種類しかないからな。え、これかな。これだ。よいしょと。少しなかったっけな。見て。あ、あるね。いっぱいあるね。割れてるのも持ってっていいの。割れてる？割れるとか。あるんですね。
いや、なんか見た目が、アイコンが。あ、まあ、1枚しか入んないんですけど。違いがわからん。ないな。暗いな。はい。あ、これ同じなんですよ、ね。タイトルがみなんかファーだからキャットって書いてあるっす。紫は書けたっけ？あ、全体的に。え、赤と緑しかねえや。赤と緑はありますね、両方とも。これがちょっと違うかも。あ、これにしますか。一番マシなやつ。音が、音がいっぱい聞こえねえけど。え？あ。え？いや、これにしよう。一番マシだ。ゲーム内 BGM と被るんや、これ。あ、ゲーム内 BGM。これ、割れてる。隠してる。隠してるっす。割れてる。怖くないか。ホラーやっちゃった。ホラーだ。ブロック、ブロック、ファー、キャット、キャット。キャットがある。キャットは？かけたっけ？あ、緑っすよね。うん。緑かけたっすね。ファーも？ファーもかけます。ああ、ホラーっぽいな。やっぱこれ。で。なんか流れで聞くとちょっと怖い曲に聞こえんねんな。いや、でもあの、壊れてるやつよりはマシ。あれが一番ホラーだった。なんかテーマパーク系の、なんか、サスペンスホラーの曲に聞こえてきた。チャンネル登録といいね、お願いします。今ならチャンネル登録、高評価 100%。 次回の動画もお楽しみに。おすすめ動画もチェックしてね。ほら、バイビー。